さんは元ヤンキーだったんですか。俺は普通のおじさんだよ。おじさんっていうか普通の真面目に家に家庭教師が来てた感じ。うん。一回リアルで俺がやられたのはミナミでだろ。あのめなんか二人組のあんちゃんにやられただけだから、そんなのどうでもいいんだ。うん。チャリンコの鍵開けようとしてるときに後ろからケッパラあれだんだかね。だからまあまあここでグダグダやってりゃいいかなみたいな。いや、最高か最低かは分かんないけど、いや最高か最低かは分かんないけど、だから俺今週末東京行く。いや誰にも行けって言われてないよ。会いに会ってみたいなっていう子がいるから行こうかなと思っただけであって、別に会わなくてもいいかなっていうのもあるし、それだけ。誰か逃げって言われてるんであればその人は全員だった。だから俺は多分今回は行かないことになりそうだよ。